オットー・フォン・ハプスブルクは、最後のオーストリア皇帝カール一世と、皇后ついたの第一子で、長男。オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子。ハプスブルク家の課長戦。オーストリア併合の最大の障壁とヒトラーにみなされ、そのオーストリア侵略計画は、彼の中から、オットー作戦と呼ばれた。第二次世界大戦中にはアメリカに亡命して、 ルーズベルト米大統領やチャーチル英首相と接触し、弟らと共にオーストリア解放に尽力した。ドイツ、オーストリア、ハンガリー、クロアチアの市民権を持ち、欧州議会議員や国際反ヨーロッパ連合会長を務めるなど、反ヨーロッパ主義的に活動した政治家でもある。第二次世界大戦の戦時中にはドナウ連邦樹立を、戦後は欧州統合を提唱した。 ハムヨーロッパピクニックの中心人物の一人である。誕生、編集生誕の地、ビラ・バルトホルツ1912年11月20日午前2時45分、カール大公とついた大公費の長子として、ライヒエナウのビラ・バルトホルツで誕生した。体重はおよそ4000グラムだった。生誕時の皇位継承順位は第3位。老齢の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世は、男児の誕生を、 ことのほか喜んだ。フランツヨーゼフ一水から見て、この新大公は、亡き弟、カール・ルートビヒ大公の彦という、やや遠い血縁であったが、皇帝唯一の男子だった、ルドルフ皇太子は、すでになく、皇位継承者に指名した老いの、フランツ・フェルディナント大公は、ゾフィー・ホテクと、既戦結婚しており、その子孫には、皇位継承権が認められなかった。よって、 フランツ・フェルギナント大公の次には、その弟、夫・フランツ大公の長男である、カール大公が皇位を継ぐことが確実視されており、その長男として生まれた新大公も未来のオーストリア皇帝、ハンガリー国王になるだろうと目された。夫を生誕時のオーストリア皇位、継承順位誕生から数日後、オーストリアの新自由新聞は、1970年代には、 誕生した新大公がハプスブルク家の頂点に立つことになろうという予測を紙面に載せた。来ヒポスト神は、たとえ時としてウバラの冠を被ることになろうとも君主の誇りを持ち、こうした重荷に耐えられないものに、神はどうして使命や力強さを与えるであろうかと書いた。他にもこの皇太子の誕生に、 臨室で待機していた父のカール大公の表情は喜びに満ち溢れていたと報道されるなど、いかなる新聞も誕生したばかりの大公が未来の君主であることを前提とする紙面であった。皇族の誕生がこうした論調で報じられたのは、かつてのルドルフ皇太子の誕生以来、およそ54年ぶりのことであった。先例編集父カールに抱かれる夫を、上部を見ると、 フランツ・ジョゼフ・オットーあるいは、フランツと書かれている、洗礼式は九百十二年十一月二十五日、ビラ・バルト・ホルツの礼拝堂で行われた。この洗礼式のために、シェーン・ブルン宮殿から多くの樹木が移植され、ビラ・バルト・ホルツは美しく整えられたという。洗礼式の大父は、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世、大母は、母方の祖母であるマリー・アントーニア・デル・ポルトガロだと、 誕生前から決められていた。皇位継承者であるフランツ・フェルディナント大公が皇帝の代理を務めることになっていたが、誕生の報告を受けた際に彼はブダペストにいた。すぐさま帝都ウィーンへ戻るのは不可能だったため、早めに洗礼式を行いたい教会の意に反して、出生から洗礼式の虚構までに5日を要することとなった。ウィーン大司教であるフランツ・ザビエル・ナグル・スキ教の 元で、フランツ・ヨーゼフ・オット・ロベルト・マリア・アントン・カール・マックス、ハインリッヒ・シクストゥス・クサーバー、フェリックス・レトゥス、ルート・ビヒ・ガエタン・ピュース・イグナテウスの先例名を与えられた。それは、将来、フランツ・ヨーゼフ二世として即位することを念頭に、置いての命名であった。しかし、時の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世への遠慮によるものか、母、ツイタからは、フランツ・ヨーゼフではなく、 夫と呼ばれた。第一次世界大戦、編集シェーンブルム宮殿にて、老帝との同居生活、編集1914年6月28日に、サラエボ事件が起こり、これをきっかけとして第一次世界大戦が勃発した。後位継承者、フランツ・フェルディナント大公が、銃弾に倒れたことによって、父カール大公が、新たに、後位継承者となり、夫の後位継承順位も、 第2位に繰り上がった。同年のうちに、カール・大公一家は、フランツ・ヨーゼフ一世たっての願いによって、シェーンブルン宮殿で老廷と同居するようになった。一家が暮らすようになったシェーンブルン宮殿の居室は、かつて、フランツ・ヨーゼフ一世の両親であるフランツ・カール・大公とゾフィー・大公コが生活していた部屋だった。チには子供たちが何よりも、素晴らしく好ましい。年を取れば取るほど、 子供が好きになると側近に漏らしたこともある老弟にとって元気な子供たちと共に時間を過ごすことは最大の気晴らしであった。フランツ・ヨーゼフ一世はとりわけ兄弟のうち最年長である夫を長愛し、よちよち歩きをするようになった夫を見るのを楽しみにしていたという。1916年皇太子に編集1916年11月21日に フランツヨーゼフ一世が崩御して父カールがオーストリア皇帝に即位したのに伴って、夫は4歳で皇太子になった。11月30日に営まれたフランツヨーゼフ一世の葬儀では、カール一世と地下に挟まれて、カップツイーナーの骨堂への行列の先頭に立った。同年12月、父のハンガリー国王としての戴冠式が、ブダペストが挙行された。 ガカジュラベンツールのデザインによる禁止、銀紙で刺繍された白砂剣の衣服に身を包んだ夫は養育係ゲオルク・フォンバリス伯爵の案内で教会に入り、ブルガリア国王フェルディナンド一世の隣に着席した。この時夫はハンガリーの人々に注目され、大いに人気を集めたという。ハンガリー人は皇太子の話で持ちきりだが、彼はいかにも利発そうな上に、 素直で初々しいところに人気があるようだ。ドイツ大使ベデル1918年、オーストリア・ハンガリー帝国の崩壊、編集スイス亡命後のカール一世一家。左から右へ、カールルートビヒ、フェリックス、シャルロッテとチタ、ルドルフとカール一世、アーデルハイト、オットローベルト選挙区の悪化によって国民への食料配給の状況は悪化していった。 また宮廷においても贅沢は一切許されず、皇帝一家も国民と何ら変わらぬ配給を受けるようになった。ある日、アメリカのジャーナリストから丸いビスケットや板チョコをプレゼントされた夫たちは狂気したという。1918年10月、父カール一世は多くの貴重品や荷物を携え、家族と共にブダペスト近郊に位置するゲデレー宮殿に立った。 カール一世とついた和ほどなくしてウィーンへ戻ったが、オットーはテーとと共にそのままハンガリーに泊まった。中央同盟国の敗北は決定的となり、10月28日にオーストリア・ハンガリー帝国は協商国に降伏した。やがてブダペストで革命が発生したため、オットーたちは慌ててシェーンブルーにへ戻されることとなった。オットーとそのテーは、 扉のハプスブルク家の家紋が塗りつぶされた自動車でハンガリーを脱出した。運転手は危険を避けるために宮廷用の制服を脱ぎ軍服に着替えて運転したという。ウィーンへの直線コースはすでに過激派に占拠されていることが想定されたため大幅に迂回してスロバキアを経由し1日に 480km も走行してウィーンに向かった。ようやく自動車が シェーンブルン宮殿にたどり着いたとき、オットーたちは疲れて眠っていた。11月9日にドイツ帝国のビルヘルム2世が退位した影響を受けて、オーストリアでもカール1世の退位を求める声が上がった。カール1世は11月11日に国事不寛容、宣言、旧来の帝国組織が崩壊していくのに並行して、オーストリア共和国が樹立された。 時に夫は6歳であった。カール一世は家族と共にウィーン郊外のエッカルツアウ城へ移り、そして翌年3月23日にはスイスへ亡命した。同年4月2日に議会はハプスブルク法を可決した。1922年、マデイラ島にて皇位継承、編集名目上の皇帝、国王になった後の夫。 ハンガリー王国の軍服に身を包んでいる父カール一世は、国事不関与の宣言こそすれ、大尉の宣言などしたつもりはなかった。カール一世は二度にわたって復権するための行動を起こしたが、しかし、カール一世の復帰運動はいずれも失敗に終わり、1921年11月19日に、カール一世とチタは、ポルトガル領マデーラ島に流された。両親が、 マデーラ島への船地にある中、オットーたちはスイスに名を止まっており、カール一世の義理の祖母マリアテレサ大公妃の庇護の元にあった。10月27日の時点では、マリーアントーニアデルポルトガルの元に移ったようで、ある。1922年1月、母ツイタは、次男、ローベルトの中水炎の手術が間近に迫っていたことから、期限付きでスイスに入国した。 この際に、チタは、オットーたちを、マデーラ島へ呼び寄せる決心を固めた。1月21日に、スイスを経ったチタの後を追い、1月25日に、オットーは安静にせねばならないローベルトを除く、テーマイたちと一緒に、スイスを離れた。オットーたちはポルトガルで、チタと合流し、2月2日に、マデーラ島に到着した。マデーラ島での一家の暮らしは、 バターも買えないほど困窮したものであった。夫がマデーラ島に到着してからわずか2ヶ月後の1922年4月1日、カール一世は肺炎によって死の床についたが、その際、母ついたは9歳の夫にこう言った。お父様は今永遠の眠りに疲れました。あなたは今皇帝にして国王となったのです。父の重篤な病のことを知っていたのは、 兄弟の中で夫をだけであり、唯一かある一世の死去に立ち会った。この日の午後から夫は、陛下と呼ばれるようになったが、夫は、大声で泣きながら、パパの遺体が運ばれてから、そう呼んでよ。と周囲の者に言ったという。スペインでの生活、編集スペイン国王アルフォンソ13世と、その母対合マリア・クリスティーナ。マリア・クリスティーナは、オーストリア皇族。 カール・フェルギナント大公の娘であった母がハプスブルク家の出身であったスペイン国王アルフォンソ13世はヨーロッパ王室の中でハプスブルク家を寛大に扱ってくれた唯一の君主であった。アルフォンソ13世はカール1世が死去した日の晩にどういうわけかハプスブルク家の子供たちの面倒を見なければという義務感に突如取り憑かれたと語っている。連合国の大使会議は ハプスブルク家がマデーラ島を出ることを阻止しようとしたが、アルフォンソ13世は、諸君らが今彼らの出港を阻止するならば、彼らを迎えに行くために軍艦を送り込むぞ。と言って、オットーラをスペインに迎え入れた。アルフォンソ13世はエルパルド宮殿を用意してくれた。しかしこの地は過酷な気候であることから、1922年8月18日、一家は、同国の 小さな漁村、レケーティオにある、イサベル2世の夏の離宮であった、ウリバーレン宮殿に移った。地元の公共団体が家賃を肩代わりしてくれ、さらに地元住民が生活必需品を融通してくれるなど、困窮したハプスブルク家は、当地で人々に温かく支えられた。やがて所有者が自分で住むことになったため、同年冬には、ウリバーレン宮殿から引っ越さざるを得なくなった。 スペイン北部の海沿いにある、雇用地産セバスティアンで、シーズンオフの間だけ過ごすことをホテルに認められて、ここに住むようになった。オーストリアとハンガリーの貴族たちが、宿泊費用を負担してくれたが、彼らに多額の出費をさせることになって申し訳ないと母、ツイタが思ったことから、一家は再びレケーティオの地に引っ越した。1923年6月6日に、 レケーティオに戻ってきた一家が目にしたのは、チタ、オットーという横断幕が掲げられた家々と、打ち上げ花火による人々の歓迎であった。結局、ウリバーレン宮殿に戻った一家は、それから1929年まで、ここを居住地とした。レケーティオに腰を落ち着けたオットーたちは、とにかく勉学に励まなければならなかった。スペイン国王アルフォンソ13世はオットーを、 首都マドリードの学校に通わせようと申し出てきたが、ツイタはこれを提唱に断った。皇帝及び王である夫は、ツイタが選び抜いた教師人によって、オーストリアやハンガリーの非常に高度な教育を施されることになった。とりわけブラツビッチ教授の影響を大きく受け、夫はドナウ川周辺の諸民族を愛するようになった。後に夫は、朝6時から8時まで自主学習。 30分の休憩の後に12時まで授業、午後2時から4時まで授業、5時から7時まで自主学習という日課で、その他の時間は妹のアーデル・ハイトや他の弟たちと過ごした。と当時を回想している。夫はかつてフランツ・ヨーゼフ一世が少年時代に受けたのと同様に多くの言語を学ばせられることになった。それは夫が スーダの国々を統治する日がいつか来ることを期待してのことであった。この教育のかいって夫は、ドイツ語、ハンガリー語、クロアチア語、英語、スペイン語、フランス語、ラテン語を流暢に話すようになった。ベルギー移住、編集ルーベンカトリック大学に進学、編集ベルギー在住時の夫一家の住居、ハム城1928年、16歳の夫は家族から離れて、 ルクセンブルクで暮らしていた。ベネディクト会のギムナジウムに通学し、大学入学に向けての準備を行っていた。パリかロンドンの大学への留学も考えられたが、大都市での生活は、当時のハプスブルク家には、経済的負担が重かったため、ルーベンカトリック大学に決定された。一家はルクセンブルクにほど近いベルギー王国への、転居を願い出て、ベルギー政府からの許可を得た。 1929年からはベルギーに住む母方のおじフェリックス・ド・ブルボンパルムの庇護を受けつつ、ブリュッセル近隣にあるベルギー王室から貸し与えられた指定のケルゼールのハム城で暮らすようになった。オットーはここではハプスブルクではなくロートリンゲン家から受け継いできた先祖伝来のバール公爵を名乗った。この称号はベルギーの人々から好意的に受け止められた。 1930年11月20日、オッーは成人年齢である18歳に達し、フランツヨーゼフ一世の成人式に準拠して儀式が取り行われた。この成人式は報道関係者の注目を集め、王政復古についての話題が地元にあふれた。大学での学業に専念するために、オッーはこの後も当分は母、ツイタを自分の代理人とすることを表明した。 この後、ーは、パリを頻繁に訪れるようになり、母方のオジシクス・トゥスフォンブル・ボンパルマによって、社交界に顔つなぎをしてもらった。オッーが成人を迎える、この時期、旧ハプスブルク帝国参加の諸国では、かつての帝国の長所や利点を公然取り、季節する政治家が現れるようになった。旧共商国においても、ルーマニア王国のユリウマニュー首相が、 1930年に堂々と以前のオーストリア・ハンガリー帝国は均一な官僚制の下で明確に分離された有機体だったがヨーロッパにとっても多くの利点や長所のある有益な共同体でもあったと発言している。また、ハンガリーの新聞は王政復古の可能性について何度か記事にしている。ベルリン滞在編集1933年の夫を。 デジェンフェルド伯爵と共に、1932年頃から、オットーは、ドイツ国の政治家たちの地遇を得るようになった。オットーは、オーストリアの農民の財産相続権と不可分性についてというテーマの博士論文を書こうと考えていたが、対象となる、はずのオーストリアは、ハプスブルク家を国外追放にしていたため、農業政策に関して、世界的に有名だった、ベルリンのマックスゼ、 リング教授のもとを訪れていた。当時のドイツは国家社会主義者が慎重していた時期で政治や政党に多大な興味を持っていた夫はこの頃にアドルフ・ヒトラーの我が闘争を購入した。これを読んだ夫はヒトラーがいずれ大きな戦争を起こそうとしていると感じ取ったという。ベルリンでの滞在を得ようとしていた夫は正体に応じて パウルフォン・ヒンデンブルク大統領を訪問した。ヒンデンブルクはオーストリアの勲章だけを身につけてオットーにこう言った。殿下、ご存知でしょうかこのベルリンではただ一人の人間だけがハプスブルクに敵意を抱いています。それはオーストリア人のおかしな誤張です。それは後にドイツ首相となるヒトラーのことを指していた。次にオットーはハプスブルク家と 同じくテーザを割れたホーエンツォレルン家の人々を表敬訪問した。夫を出迎えたのは、ナチス突撃隊の格好をしたアウグストヴィルヘルムフォンプロイセンミッコであった。アウグストヴィルヘルム曰く、総統の代わりに、あなたをお迎えいたします。総統は、ぜひあなたとお話がしたいとおっしゃっています。対等しつつあったヒトラーは、オーストリアをドイツに併合する助けになりそうな。 傀儡君主にできるかもしれないと夫を見ていた。しかし、ヒトラーの期待に反し、夫はオーストリアの独立を望んでおり、まず、オーストリアに王朝を復活させることによって、中央、東欧の地にハプスブルク君主国を再興することを目的としていた。イタリアからのアプローチ、編集イタリア王国のベニートム・ソリーニ首相は、母のツイタと夫に対して、 ハプスブルク家の最高は自分たちの共通の目標にナリ得るルと説得を試みた。1932年にイタリアの新聞は中央の支配者としてはヒトラーよりもハプスブルク家の方が良いという意見を掲載し間接的にハプスブルク家の王政復興を後押しした。ムッソリーニはツタをローマに招きイタリアの多い継承権のある王女が夫と 結婚するのを見たいと彼女に話した。ムッソリーニの狙いは、ハプスブルク家とイタリア王家を合体させることによって、中南王を貫いて、イタリアに王朝の正当性を付与することであった。このようなオットーの演談についてのニュースは、1930年代初頭のヨーロッパの新聞では、誤報も含めて定期的に流された。とりわけ、当時イタリア国王、 ビットーリオエマヌエーレ3世の娘のうち最も若かった、マリー。1935年6月16日、夫はルーベンカトリック大学の全課程を修了し、政治学と社会学の博士号を得て、大学を卒業した。オーストリア共和国との関わり、編集、皇帝の自治体、編集オーストリア共和国では、オーストリア社会民主党の私的軍隊である。 共和国防衛同盟軍と政府の五国軍とが対立し不安定な正常となっていた。オーストリアの議会制は事実上崩壊していた。隣国ドイツではナチスが急速に勢力を拡大し、オーストリア国内では大ドイツ主義に基づきドイツに吸収されることを望む声が高まっていた。ドイツとの合法を望む声が高まる一方で、君主主義的感情もまた増大しつつあり、 オーストリアの地方自治体は当時ベルギーに住んでいたオッーに名誉市民の称号を授与し始めた。毎年、皇帝の自治体という名のリストが新しく公表されるようになり、最終的にオッーを名誉市民とした地方自治体の数は1603以上にも及んだ。ハプスブルク法の執行を求める署名運動が25、モノ君主主義者の団体によって繰り広げられた。 運動初期の代表的なものとして、チロル地方の農村アムパスの村長らによる覚書を次に例示する。いかなるオーストリアの国民も、オーストリアの法によって外国に引き渡されたり、追放されたりすることは許されないし、私有財産を奪われることも許されない。法の前には、すべての国民は平等とされている。オーストリアにおける正義は、 ハプスブルクに対する特例法によって傷つけられ、法は曲げられた。我々は例外なくすべての人々のための正義を求める。我々はハプスブルク家のための正義も求める。このはずべき法律を廃止しない限り、オーストリアに正義は存在しない。我々はハプスブルク家の人々に対する特例法の廃止を要求する。 1931年12月7日、アムパス村参事会オーストリア首相、クルト・シュシュニックこうした、情勢下で、1932年に首相となったエンゲルベルト・ドルフンスは、君主主義をナチズムの対局として捉え、オットーをオーストリア独立維持のキーマンであるとみなした。1933年にヒトラー率いるナチスが、ドイツで政権を取ると、情勢はますます逼迫した。 1934年、ドルフースは首相官邸を主任。ドルフースに代わってオーストリア首相に就任したクルト・シュシュニックは先任首相の誰よりもハプスブルク家の首張に同情的であり、その在任中は絶えず、オットーと協議し、オットーを政府の仕事について十分な消息通とした。君主主義者であったシュシュニック首相は、 ハプスブルク家の福井はオーストリアの国内問題であると主張して、その問題に関するオーストリアの決定権を一貫して擁護した。1935年7月にはハプスブルク法が廃止され、皇室財産の多くがハプスブルク家の元に戻った。こうしてオットーはオーストリアにおいて最も裕福な者の,の一人となった。この時期、フランスの新聞各紙は、 ハプスブルク家がオーストリアに戻ってくるのだろうか、と問いかけている。しかし、ユーゴスラビア政府が、ハプスブルクの福井を防ぐためには戦線復刻も辞さない、と明言していたり、ヒトラーが猛烈な反ハプスブルク論者であったりして、君主制の復活は、ほとんど不可能な状況だった。数年前には、ハプスブルク家の福井を支持していたイタリアですら、この時期には、反対を表明していた。 シュシュニック首相に書簡を送付、編集オットーはナチスドイツによるオーストリア併合を何としてでも阻もうとしていた。1937年の終わりから1938年の初めにかけてオットーは自分の話に耳を傾けるものすべてにヒトラーをウィーンから遠ざけておくにはハプスブルク家の最高しかないと口にしていた。ドイツとの併合に反対するオーストリア国民に とっては、夫のもとでの君主制の復活が、ドイツの侵略を防ぐための最も理にかなった方法で、あると思われた。夫の25歳の誕生日であった1937年11月20日、ウィーンの街は、旧帝国を象徴する色である黒と金で、飾り立てられた。ジェラルド・ワーナーによると、オーストリアユダヤ人は、王朝国家の最高は、第三帝国に立ち向かうのに、 十分な決意を与えると信じていたので、ハプスブルク家の復活を最も強く支持するグループの一つだった。ヒトラーがウィーンに最後通帳を送った直後、オットーはベルギーからシュシュニック首相に書簡を送った。ここ数日の出来事によって各家に手紙を差し上げざるを得なくなりました。ドイツ語を話すすべての地域において、今日オーストリアはカトリック信仰の最後の取り出となりました。 この最後の取りが崩れ落ちれば、中央ヨーロッパにおける唯一のカトリック教会は荒廃し、その永遠の私服、今ならまだ救うことのできる何百万もの魂が未来永劫を失われようとしているのです。六百五十年もの間、オーストリアを守ってきた王家の正当な継承者として、その生涯を国民のために捧げた、今は遥か遠い島で安らかに眠る父皇帝の息子として、 私は、私が受け継いだ責務に対して、審議を破ることなどできませんし、そんなことは許されないのです。正当なオーストリア皇帝を継承するものとして、私はそのための責任を引き受ける覚悟でおります。この手紙を、野心家の若者の権力欲のようなものに、由来するなどとは思わないでください。たとえ私に一片の野心があったとしても、このひどい状況と、 途方もなく大きな責任を前にすれば、そのような野心は沈黙することでしょう。異教にて、1938年2月17日、夫をフォン・ハプスブルク・オーストリアのカトリック精神を、ナチス・ドイツから守ることの重要性や、ハプスブルク家の正当な後継者としての自分の覚悟、などを訴えた上で、夫はさらに次の3つの要求を続けた。夫作戦も参照。 シュシュニック首相は、オットーの申し出を提唱に断った。その理由は、ハプスブルク家の復興は即座に、ドイツの攻撃を招くから自殺行為になるだろうと、ドイツに言われたことによるものだったが、結局のところ、ハプスブルク家の復興とは、関わりなく、ドイツはオーストリアへの侵攻を開始した。ヒトラーはオットーを、オーストリア併合の最大の障壁だとみなしていた。 ナチスドイツによる一連のオーストリア侵略計画は、オットー作戦と呼ばれていた。1938年3月13日、オーストリアはドイツに併合され、オストマルクと解消された。その後、併合を自合承認するか否かを問う、国民投票が実施されると、オットーはパリから声明を発してこの国民投票に抗議したが、奇数にはほとんど影響を与えなかった。 なお、シュシュニック首相は、あくまで、ヒトラーの政治的敵対者であって、決して、ドイツとの合併そのものに反対ではなかった。後に発見された資料によると、シュシュニック首相は、ドイツとオーストリアの合法を果たした上で、オットーを帝国摂政とし、ヒトラーを首相とする構想を抱いていた。自身の存在の重要性の孤児や、ハプスブルク家の扱いをめぐる対立などの理由があって、 ヒトラー政権下での合法に反対したのである。また、シュシュニック首相はオットーに宛てた手紙の中で、もしもオーストリアがドイツに併合されるとしても、それは王朝抜きに行われるべき、ドイツによるオーストリア併合はおそらく新しい戦争を生み、全く新しいヨーロッパにつながる王朝復活の幾く,くかの希望を抱かせるだろうなどと述べている。シュシュニック首相は王朝復活のためには、 勝ち目がないと分かっている戦争に、オットーを関与させるわけにはいかなかったのである。ヨーロッパでの活動、編集オットーは、第二次世界大戦の初め、数千人のオーストリアユダヤ人を含む、約1万5千人が、国外に脱出するのを手伝うことに関与した。大戦中、ナチスドイツ体制はオットーを死刑にすることを宣告した。ルドルフ・ヘスは、オットを捕らえた場合、 すぐに処刑を実行するように命じた。ヒトラーの指示によって、ハプスブルク家の領地はすべて国家に収容され、それは、大戦が終わった後も戻ってきていない。オーストリア君主制復活運動の指導者たち、つまり、夫支持者のリーダーたちはナチスによって逮捕され、その大部分は処刑された。 フランツ・フェルディナント大公の維持であり、夫の支持者として熱心に活動していたマクシミリアン・ホーエンベルク公爵とその弟エルンスト・ホーエンベルク公爵もダッハウ強制収容所に送られている。1940年5月9日は母ついたの48歳の誕生日であり、内輪で祝い事が行われていた。翌10日、ドイツはベルギーへの侵攻を開始した。その日夫は、 弟、カール・ルート・ビヒと共に用事があって街へ出ていたが、二人の乗る車のすぐ後ろに爆弾が落とされたという。ドイツがいつかベルギーに侵攻してくることは十分に予想できたので、すでに重要書類や皇室財産などはフランスに移送済みであったが、この日にドイツ軍が攻めてくるとは誰も考えていなかった。さらに、フランスがドイツ軍によって占領されると、夫は家族と共に、 パリから退去して、ボルドーのポルトガル領事であるアリスティデスでソーザ・メンデスの発行したビザを持ってポルトガルに逃れた。ヨーロッパの西端まで来てもまだ安全とは言えず、ヨーロッパ大陸からカナダに立った。続いてアメリカに移り、1940年からワシントン DC に住んだ。歴史の浅い新大陸において、旧大陸を代表する伝統を持つ、 名門王家ハプスブルク家は絶大な注目を集めることになる。1941年、ヒトラーによって母と弟たちともどもオーストリアの市民権を奪われ、無国籍となった。アメリカでの活動、編集アメリカへの亡命中も、オットーはオーストリア帝位とハンガリー王位の公式な仮継承者のように振る舞い、周囲から陛下と呼ばれることにことを唱えなかった。また、 連合国の上層部も、夫をオーストリアとハンガリーの代表のように、扱った。弟フェリックスと共に、アメリカ合衆国議会議事堂を視察した際、議場に入った夫は盛大な拍手を持って、議員たちに迎えられた。民主党上院議員アルバンダ・ブルー・バークリーからは、上院は陛下を、オーストリア国民の代表として歓迎いたしますと、挨拶されている。 ニューヨークの高級ホテル、エセックスハウスに本部を構えた夫は、ヒトラーと戦う、オーストリア人部隊を編成しようと考えた。母お及び弟ローベルトとフェリックスと共に、フランクリン・ルーズベルト大統領と連邦政府に接触し、祖国解放のために、アメリカ軍の中にオーストリア人部隊を創設しようと心を見るが、この考えは、アメリカの移民仲間から強い抗議を招き、 実現することはなかった。アメリカ国防省は多くのオーストリア人がハプスブルク家の最高にあまり関心がないことを認識するまでオットーの軍事計画に行為を寄せていた。オーストリア人部隊は実現しなかったものの、しかしながらオットーはオーストリアの都市への爆撃をアメリカに中止あるいは制限させることに成功した。また少なからずナチスに加担したオーストリアを ナチスに征服された国家に含めてもらうこともできた。この時期のオッドーは、以下の目的のための活動を行った。オッドーは連合国の首脳たちに高く評価されていたため、1942年9月に、ハンガリー首相カーロイ・ミクローシュは、同国失政ホルティ・ミクローシュに対して、連合国が勝利した際には、オッドーとルーズベルトとの良好な関係を考慮して、 ハプスブルク家の再興を検討せねばならないという内容の覚書を送っている。大戦末期、イギリスのウィンストン・チャーチル首相が積極的に提案したドナウ連邦計画に対して、オットーは賛意を表明した。しかし、旧、ハプスブルク継承諸国のすべての亡命政府と政治的指導者が王政復興に激しく反対した上、スターリンがドナウ連邦が イギリスの影響を強く受けた反ソビエト的なものになると判断したことによって、この計画は頓挫した。1944年までワシントンに滞在したが、大戦の終末期になると夫とその家族はヨーロッパに戻り、フランスとスペインに数年間住んだ。ナチスによって市民権を奪われたことによって夫は事実上の無国籍となっていたが、1946年に、 シャルルド・ゴールの介入のおかげで、モナコ公国からパスポートを与えられた。また、マルタ騎士団も、オットーをマルタの騎士として外交旅券を発行したし、後にはスペインからも外交旅券を与えられた。オーストリア独立に際して、編集連合国軍正規のオーストリア。緑、イギリス、青、アメリカ、木、フランス、赤、ソ連当初、レンナー政府は、 ソ連の支持に依存しており、ドイツのように西側に別の政府が建てられて東西分裂する恐れもあった。戦後、オーストリアは連合国の占領統治を受けたが、その中心となった国はウィーンを占領区としたソ連だった。ソ連はカールレンナーによる政府を樹立し、規制事実として西側諸国に承認させた。この時期夫は、 アメリカのハリー・エストルーマン大統領に宛てて、レンナー政府をソ連の区物だと主張する手紙を送っている。オットーの再疑シーンは、決して特殊なものではなく、西側諸国と西部オーストリア諸州も、レンナー政府に強い疑念を抱いていた。レンナー政府は、かなりの数の共産主義者を含んでいたことから、西側諸国は、レンナー政府を国民的政府の代表ではないとして、 5ヶ月の間承認しなかった。1952年、フランシスコ・フランコからスペイン王位の打診があったが、オットーはこれを謝絶した。1955年5月15日、オーストリアと連合国との間で、オーストリア国家条約が締結された。オーストリアとドイツとの合法を禁止する条項が主な内容であるが、その国家条約の中には再び、 ハプスブルク家の福井を禁止する条項が盛り込まれていた。これはソ連の意向が強く反映された結果とも言われる。この条約によってオーストリアは独立を回復したが、独立後のオーストリアにオットーの居場所はなかった。オットー以下、ハプスブルク家の人々は再び国外追放のみとなった。1956年、オットーはゲオーストリア州政府により、 オーストリア市民として認知され、オーストリアを除く全ての国で有効なオーストリアのパスポートを与えられた。なお、ハンガリーでもソ連の影響力が強まり大戦当時のホルティ政権ではなくなっていたことから、ハプスブルク家の福井を検討するという話は立ち消えになっていた。オーストリアにおいてもハンガリー等においても、ハプスブルク家は現実政治における存在感をほぼ喪失した。 1961年、ハプスブルク危機、編集オットー1960年代初期のオーストリアでは、オットーの帰還が正解を支配した問題であった。当時のオーストリアにおいて国内に大きな騒ぎをもたらした論争は、オットーの帰還問題ただ一点のみだった。いわゆる、ハプスブルク危機である。オットーの帰還の是非をめぐって、最終的には、大連立政権が崩壊することとなる。 1960年代のオーストリア警察は、共和国の敵が国内に侵入したのではないかと疑って複数の機会にオットーを捜索している。ハプスブルク家の構成員は、ハプスブルク法を受諾すれば帰国することができた。1958年2月、オットーはオーストリア国家市民として、オーストリアの現行の法律を承認し、共和国の忠実な市民となると宣言した。 しかし、当時の首相ユリウスラープは、オットーの帰還によって左派が急進化することと、オーストリア国民党が分裂することを恐れ、ハプスブルク家の人間であること、及びそれに伴う支配権要求を放棄する旨が明確に述べられていないという口実で、オットーの宣言を却下した。1961年7月、オットーは弁護士を通してオーストリア定位請求権の放棄を宣言した。 これを受けての内閣評議会では79対78と賛成、反対意見がほぼ均等に分かれ、ただ単に合意形成には至らなかったことを記録するに、止まり、結論は出さなかった。1963年5月24日、行政裁判所は、夫の宣言を認定した。にもかかわらず、オーストリア社会党とオーストリア自由党は、夫の帰還を承認しないと表明した。 1963年7月にオーストリア内務省はオットーがスペイン外交官パスポートしか所有しておらず、オーストリアのパスポートは持っていないため、入国は認めないとする通達を公安監督局,局や連邦警察に出した。これにはオーストリア社会党の圧力があったとされる。最終的に応答派を支持層の一つに抱えるオーストリア国民党と、 オーストリア社会党による大連立政権は崩壊した。オットーは国民党にとってより楽な状況を作るべく、新しい選挙が行われるまではその問題を強く推進しないことに国民党と同意した。1966年6月1日、オットーはようやく正規のオーストリアのパスポートを入手した。同年8月11日、 オットーがオーストリアに入国したとの誤報が広まり、翌日ウィーンに社会主義学生同盟の抗議運動が組織された。同年10月31日、オットーはインスブルックを短期間訪問したが、これは社会主義系の新聞には8月の訪問に対する反応を見てのならし作戦と報じられた。社会党は大部分の国民はオットーの入国を望ましいとは考えておらず、 こうした危険を招いたのは国民党政府の責任であると非難した。オットーは1967年にオーストリア入国を果たしたが、その時は国民党の単独政権であった。なお、この後にもオットーに対する左派陣営の反発は続き、卵を投げつけられたり暗殺を予告されたりした。自分は強括された。しかし私の署名は有効である。 私は支配権あるいは財産要求はしない。1997年、自分の宣言について名を、ハプスブルク法を受諾した後も夫は、オーストリア定位継承権は放棄したもののハンガリー、王位はその限りではないとして、自ら、ハンガリー国王を称することがあった。欧州議会議員、編集ハムヨーロッパ連合会長に就任、編集リヒャルトクデンホフカレルギーの要請に応じて、 オットーは1936年に国際反ヨーロッパ連合の会員になっていた。当時のオットーには何か信念があったわけではなく、空伝報復アレルギーに対する友情から入会したに過ぎなかったが、第二次世界大戦中にアメリカに亡命してヨーロッパを遠くから見ることによってオットーはヨーロッパ人という意識を強く持つようになった。1972年、 国際反ヨーロッパ連合初代会長であった空伝報フカレルギーが死去。オッーは臨時会長となり、翌1973年に正式に第二代会長となった。立候補、初の選挙戦、編集1983年のヘッセン州の選挙ポスター。ある日、親しい友人で欧州議会議員のハインリヒアイグナーから、欧州議会議員に立候補すべきだと勧められた。 オットーは非常に評価していたフランツ・ヨーゼフ・シュトラウスの意に反する行動をしたくなかったためオーストリア国籍を手放したくないという理由で一旦断った。やがてシュトラウスがオットーの立候補を心よく思っていることが伝えられたが今度は出馬するにあたって国籍が問題になった。オットーの立候補の動機はオーストリアではほとんど理解されなかった。そのため オーストリア以外から出馬せねばならなかったが、当時は二重国籍を有する人はほとんどいなかった。夫は1978年に大慌てで西ドイツ市民になった。西ドイツの国籍を得られたのは立候補の最終受付日の前日のことであった。ドイツ国籍を得た夫は公式の名前を夫・フォン・ハップスブルクとした。夫の政界入りを非難する声はドイツでも多くあり。 以下は、その代表例である。特に、ドイツ社会民主党党首、ビリー・ブラントは、選挙中に、オットーにつきまとい、ビアホールや居酒屋で話されるような、オットーの言葉遣いは、ストラスブールでは論外だと非難した。オットーは、バイエルン州第一党のキリスト教社会同盟から、1979年7月19日に、欧州議会議員となった。1989年、 反ヨーロッパピクニック編集詳細は反ヨーロッパピクニックを参照ドイツ再統一を果たしたヘルムート・コール首相に空伝報フカレルギーヨーロッパ賞を授与する夫。1989年の夏、夫は講演のためにハンガリーの都市デブレゼンの大学を訪れ、その夜に民主フォーラムの企画した食事会に参加した。この食事会の際にハンガリーと オーストリア国境の有志鉄線の話題が出て同伴していたオットーの娘バルブルガが鉄のカーテンや有志鉄線を取り払うべきその場所に国境でみんなでピクニックに出かけましょうよと言った。これがきっかけとなって1989年8月多数の東ドイツ市民がハンガリー・オーストリア国境を越えて西ドイツに亡命する反ヨーロッパピクニックが起きた。オットーはこの後 ハンガリーで急速に知られるようになり、様々な政党から接触を受けるようになった。ハンガリー大統領候補になるつもりはないかと尋ねられたこともあったが、オットーは議会政党の利害によって選出されることを嫌った。また、ハンガリー大統領になるよりも欧州議会での仕事の方がハンガリーのためにできることが多かったため、辞退した。オットーはこれについて次のように語っている。 もしも状況が違っていたなら、つまり、ハンガリー国内の方が、ハンガリーのために働けるのだったら、私は違う形を選択したでしょう。クロアチア独立の後押し、編集ユーゴスラビア社会主義連邦共和国が解体された時、オットーはヨーロッパ諸国に働きかけ、1991年に独立したクロアチアを国家として承認するようにさせた。この時セルビアの民兵組織、 アルカンタイガーの指導者の一人がバルカン半島の政治に花を突っ込んだ際にフランツ・フェルディナント対抗夫妻に何が起きたかに触れてオットーを脅迫した。この脅しに対してオットーは自らサラエボに乗り込むことで答えた。この時オットーはこの悲劇の循環が閉じるのを祈ってサラエボに赴いたのだと語っている。欧州議会からの引退後、 編集夫を演壇でスピーチする夫を1999年に欧州議会議員を辞めた後も精力的に政治活動を続けた。2004年、夫はヨーロッパの将来はキエフとリビューで結成られると発言した。フランスと同程度の面積を持ち人口5000万人を要するウクライナを見て共産主義体制だった諸国に民主政治を拡大できるかを試そうとしたのである。 1922年から84年間勤めていた課長の座を高齢のため2006年いっぱいで長男に譲り2007年からカールがハプスブルク家課長となったその後もしばらくは元気な姿を周囲に見せていたが2009年に自宅の階段から落ちて以来万全な体調ではなくなってしまった死去と葬儀編集 夫の葬儀当日のウィーン市街巨大モニターに葬儀の中継放送が映し出されている。カプチーナーの骨堂に安置された夫の棺。夫フォンハプスブルクの死と葬儀も参照。2011年7月4日、ドイツ南部ペッキングの自宅にて98歳で死去した。夫政居の法が伝わったハンガリーでは、直ちに議会での黙祷が行われた。 オットー・フォン・ハプスブルクは平和、民族の共存、ヨーロッパの秩序のために休むことなく働いた偉大なヨーロッパ人でした。この悲劇的な損失以上の悲しみの時の中で私はあなたと皇室全体のことを自分自身に重ね合わせて個人のために祈ります。長くて満たされた生涯の中で大公オットーはヨーロッパの波乱に富んだ歴史の承認でした。 ローマ教皇ベネディクト16世による、オーストリア大公、カールデンカーの伝報葬儀は7月16日、古国オーストリアウィーンのシュテハン大聖堂において、ウィーン大司教、クリストフ・シェーンボルンの指式により営まれた。いくつかのメディアにおいて、オットーは、最後の皇帝、最後のハプスブルク一族として記載されている。葬儀には、欧州議会議長やエジブゼクや、 ハインツ・フィッシャー大統領やベルナー・ファイマン首相ら、オーストリア共和国首脳、そしてスウェーデン国王カール16世、グスタフ、ルクセンブルク大公、アンリ、リヒテンシュタイン公、ハンス・アダム2世や、ブルガリア元国王かつ元首相のシメオン、サクスコブルク5月、ルーマニアの元国王ミハイ1世などの各国君主、元君主、イギリス、スペイン、ベルギー、ヨルダン、バチカンなどからも、 国王やローマ教皇の代理が出席し、帝国時代の伝統衣装を身にまとった市民ら約1万人が参列した。帝国時代の国家、神よ皇帝フランツを守りた前の昭和をもって葬儀は締めくくられた。ミサと棺の更新は公共放送局であるオーストリア放送協会が中継放送を行った。ハプスブルク家の伝統に従い、オットーの遺体は 同志のカップツイーナーの骨堂に安置され、心臓は、ハンガリー北西部のパンノンハルマの大衆動員に、翌17日に収められた。オーストリア市民の間では、帝国時代の映画を懐かしむ声が出る一方で、もはや民間人になったハプスブルク家の葬儀を、共和国政府が支援したことに批判的な声も聞かれた。歴史家のカール・フォルセカは、大勢のオーストリアとヨーロッパの政治指導者、そして、 ヨーロッパの王族が参列した葬儀を不適切な規模だと断じた。またジャーナリストのアンネリー・ゼ・ローレルは、オットーの葬儀について、経済的に困難な時代における現実逃避のファンタジーだと述べた。曰く、もし、オーストリア国民が本当にそのようなことすべてを望んでいるのであれば、ハプスブルク家の財産を返還しなければなりません。 夫とレギーナの馬車行列と大勢の見物人1951年に、ザクセンイコールマイ人間クゲの当主、ゲオルク公子の娘レギーナと結婚した。二人の間には二男子女が生まれており、ハプスブルク家の多産の伝統を守ったともみなせる。死ぬまでに、22人の孫を及び二人の彦がいた。夫の得た勲章の数々カルロス三世騎士団員としての、紋章。 ありがとうございます。